グリーンカフェの爽やかな秋風そよぐ番組いかがだったでしょうかこちらも秋の夜長にぴったりな素敵なナンバーお届けいたします1976年のヒットナンバー「世界歌謡祭入賞」元鉱山技師でもあった稲葉明さんで「わかってください」 忘れたつもりでも思い出すのね街であなたに似た人を見かけると 「振り向いてしまう」「悲しいけれどそこには愛は見えない」「これから寂しい秋です」「ツツツツツ」「時折手紙を書きます」 涙で文字がにじんでいたなら分かってください監督はいいやパシャパシャ言うてましたけど 今、撮影した写真は、後ほどフェイスブックで公開しますね。いや、素晴らしい楽曲で始まりましたね。いやこれ、世界にもリスナーが増えてきて、世界中でこれ、聴いてる番組なんですよね。いや、の他監督、いや、とってもよかった。それをね、ふと忘れてしまうようなね、アクティビティーでしたな そうですかムーディーでメロディアスな楽曲5000、うん、曲ありがとうございますいやーなかなか自分が見えてない人ってのは怖いですね皆さん <laughs> え本、ー、当ね、えーえー、ありがとうございますやっぱりね、うん、秋ですからね、まあ、こういうなんかこう寂しげなね、はいうん ああね、夏江の恋が終わり <laughs> 君が<の>君の口から恋ですか恋が、ね、なかなか一丁前のこと言うんだな恋はもう<ー>いつしたんだろう,うそうだな覚えてないけどね <laughs> <laughs> まあね、えー、いい時期ですよね、えー、す少し涼しくなってまいりましてね,ね,、はい、ね台湾にね一、えー、週間ぐらい行ってらっしゃって台湾季節的にはどうですかねまあ常夏に近いですけどね台湾のガッツいのか もちろんですよいですか、ね、それ確認しなくても皆さんわかってると思うんですよ分かんない知らないもん,んい全然んたらなて南の島ですからねそうなのそうだよであれはカレンに行ってきたんでしょ、うんうん、またあそうですけどねあのビシャモン太郎さんでお,だんおなじみの、えー、おなじみのねはいそっちはどうだったんですか あのやっぱりね、もう聞聞いいたた選手わねだからね、あのなんていうの、日本取りの時にね、2本目を先に取るっていうね、君はもう、そういうのやってるわけだから、聞いたそういうところちゃんと意識して、大大丈丈夫夫でもね、あれですよね、実際には、そのカレンで。 そのインタビューがきちんと取れたんですよね。あれね。取れましたよ。よかったですね。だからね、これ一人で行ってさ、全部できるわけでしょう。今まで藤井さんと言ってたの、あれ、なんだったのかな。いや、いや、いや、違う、分かってない、そこが分かってないんだな私がいることで、何が起きていたか、そこをまずね、理解していただきたい。ですゃ、まずね、食事が美味しく食べられる。あ、そうですか。なんで、なんで、なんで。二人で食べれば、やっぱり一人よりはね、ずっと美味しいわけですよ。まあ、今回、別に。いざと。 材とかね非常にあの温かい雰囲気でねねえまあ藤井さんいなくてもいなくても良かったでもやっぱりほら電車の中でね電車の中ってやっぱり不安なものですよ特にね遠方で海外ですからよくなんか見たこと見てきたようようにこういうところでやっぱりね一人だとやっぱ寂しいからいやいろんな考えにふけれますしね物取りがね構想も練れますからねそいや特に必要は感じなかったね いいらななかかったもしれねでもね今回はねシューああ翔さんねウさんねこれまさにそのですねウさん皆さんねご存知ないかもしれませんが蔡英文さんね今の総統の懐刀と言われてるそうですねショウビキンさんちょっと難しい感じですけどねそれでちょっとググるとですねなかなかこう中国の大使のような方に対してですねものすごくこう激しくまあんていうんですか 言論でね黙らせちゃうとかいうねすごい武勇伝がねある方ですね女性ですよね女性で非常に小柄でね美しい人なんですけどもカレンのいわゆる選挙区というかそうですねカレンでトップ当選ということでトップ当選はいまだに続けてらっしゃるみたいな感じなんですかね日本語もねある程度しゃべれましてあそうなんですか大インタビューは日本語 いやそれはあの、えー、私が日本語で聞いて,聞いて、えー、向こうが答えるのは中国語という感じでしたけどねなるほどね,、はい、ね今回のその映画に関しては多少その、うんうん、このインタビューっていうのは部分的には使わせていただきたいと思いますが、まあ、全体を通してもねあ<ー>あの歴史認識としては。 まあ非常にえ保守ですね保守でえ日本に対する感謝ああというものがやっぱり溢れてるような人ですね。日本に対する感謝ってのはどういうことですか、はい。まあまあこちらからの質問もあったんですけれどもね。うんうん、えまああの台湾のインフラ。 っていうのは、うん、あのはほぼ日本時代に、えー、やったものが多くてですね、はい、それがあって初めてその後の台湾の発展というのがあったわけですよ。ですので、まあ、ちょっとそこら辺も含めてねもっともっとそのカレンっていうのは日本の観光客が少ないですからね、うんうん、まあ,あのなんとかそのもっと絆を深めたいという思いがある方でしたね。 じゃあ園田監督がある意味ではね、はい、まあ当然、毘沙門太郎さんもそういう観光大使的なね、えー、お仕事はずっとされてるわけですけれども、これからカネオをより広める意味でも、監督のその手腕が問われるんではないかなと。<laughs> <が>な <laughs> まあまあ、そんなにプレッシャーかけないでください。いや,やんなきゃいかんすな、えー、でもね、あのピーチあの、エアラインの。 ピーチが直行便をね来年あたりに開設するとかいう話はほぼ決まってるみたいですよピーチが関西関西分かんないあ成田だったかね成田だったりね羽田とかだったら一回行ってみたいいですよね結構かかるんですか時間はね台北からあ台北からですか台北からはね日本製の電車に乗ると2時間二時間新幹線みたいなもんですかいや新幹線まず特急ですね特急のうん の電車で行くと、三時間から三時間半ぐらいですね。うん、はい。それなんか意味あるんです。その。いや、わかんないですけどこ。この発言って意味あるんですか。いや、でも、そういうふうに聞きましたけどね。ー,デートスピーチじゃなくて。 あ、ヘイトスピーチじゃないですよまあ違うんだヘイトスピーチ反対ですもんあ、そうなんだじゃあいいですけど私はそういうの基本的に嫌いだタイプだから一応言っておきます散々パラあなたが韓国をけなしといていやいやそんなことないそういうことはないから私はもう爽やか韓国で売ってますからそうですかぜひご理解いただきたいということでございますねじゃあ一応ねあちらの方はこう行ってきて必要なものは全部できたとまあまあ予定はこなしましたね予こなしてまあなんか 突然ね藤井さんから夜中の3時半にね。 連絡いただきましてラジオに出ろなんていうねことはありましたけどねそんなことがあったあのあとはもう皆さん眠くてね眠かった大変でしたよそうでしょうまあただねやっぱりそのこちらの時間にちょっと合わさしていたのかなと思ったりしてですねそこが不公平だろそこが違うんだフェアじゃないねフェアじゃないお互い痛み分けっていうさあのまあ文化が日本にはあるわけですよね時間的にはねだからあの私たちもねそうなんだな確かにそれはわかる 3時45分だとはまず知らなかった。<うん S 1> <laughs> 計算ぐらいできるだろう知らなくてさ電話かけちゃって出ないじゃないですかその他かてるから出ないよだから一応毘沙門太郎さんに電話してそしたら毘沙門太郎さんね2回目のコールで出たんだななんかねその前に奥さんがすっごいんかんか鳴ってるっていうことになったらしいですよ奥さんがね何かが起きていると事件だということでね起きていただいてそれでまあその田監督がですねそのままずっと 寝てたんですけど、うん、まあビシャモ太郎さんが起こしてくださるだろうという前提でね、一応こう、うん、あ確かにね、なんかちょっと覚えてんだよ。あ、藤井さんだと思って、ああまあいいやと思って、パッと消したの覚えてる。違う、うん、それは分かってない。<laughs> あの時間で,でもいいんだろうなと思って。あの時間にかかってるってことは重要事項ですよ。<laughs> い,やいやいやいや。しかも丸分かりの収録あろうか。僕のね、睡眠を邪魔する以上邪魔するようなね。 事とってのは何ですかああそうですよねないでしょそんなもんまあだから「かりのね収録だったんでまあよかったですよね楽しかったな私ははいというわけでございましてねこれはあのそこら辺のその映画についてはねまたちょっと後で聞いてみたいなということでございますのでよろしくお願いいたします皆さんこんばんは昨年4月から始まりました「かりニュースへお相手はジャーナリストの藤井光彦です そしてもう一人の相手は映画監督の園田秀人ですどうぞよろしくお願いいたします丸わかりニュースウェイこの番組は富士システムリンク株式会社株式会社ユニバーサルコミュニケーションの提供でお送りいたしますこの番組は国内の政治経済国際政治歴史問題エンタメ情報などの分かりにくいところ できるだけわかりやすく解説いたしまして明日には仲間たちにうんちくとして語れるような内容を散りばめていくことを目指してまいります時には豪華なゲストもお呼びいたしましてご解説をいただくこともありやもいたしませんぜひご期待いただきたいと思います佐て監督、no. はい、この番組はです、ね、うん皆様のお手紙が頼りでございますそうですねお便りの宛先でございます n s t a b i r t m a f m 8 4 4 c o j p nsw.fm844.co.jp までどしどしよろしくお願いいたします。早速 お手間見えるをやっぱり今週もいきたいということでこれみんな全部藤井さんが書いてるっていうもありますよねこれを多重ほらお得意の多重人格多重人格でね七色の声を持つ男って言われてほとんど一緒だとね言われてますけれどもそんなことはないから全部違うからだとしたらよだとしたらまああるかもしれないですよまだ本当に56人っていうのはリスナー56人説ね私が唱えてる ああこれはありうるよねありうるあり得るうる、ん、だから24人のビリー・ミリガンみたいにですね、うん、私がもしかすると書いてるのかもしれないそういうこともありえる、ね、1個ぐらい書いてるもんね, 1>, ね1個あのー、<laughs> ない書いたことは一度もないからないからびっくりでございますねす、はい、質問質問ちょっと台湾のたこ焼きすごくない最近台湾に行ってたそこのあなたこれ食べてきたのお味はどうなのかしら ペンネームオーリカさんからいただいております、うん、え早速今ですね監督がネットを開いているところでございます,す、ねうんはい、あなかなかすごいのが出てきた台湾のたこ焼きね、うん、これね今ね監督ネットで見ていただいてますけどどうですかこれ、えー これは食べななくていいあの丸ごとちびたこがい入ってたりとかそうそうそうあのいわゆるかいいだこみたいなちっちゃいタコですよねそれがもうあのスカートをラーンとこうめくって反対側にね逆さまになってそれでいっぱい乗ってるというね具がのはみ出てたりねいろんな具が乗ってたりちょっとこれ食べるの恥ずかしいなもうほぼたこ焼きじゃなくなってるというねこういうものでございますがですねまあの 台湾の食べ物でですねまだねあの今まで私2回しかったことないんですがやっぱちょっと気になるのがですね大体どの食べ物も同じ味になっちゃうって感じがねするところがあってやっぱその八角がお強いんでしょうかねああはい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 あれ大体はって入ってますよね私は別に嫌いじゃないんですけど嫌いじゃないけど ずっとあれだちょっとがねちょっとだから日本人からすると若干薬臭いとなるとね感じを受けるかもしれませんね沖縄も別に八角入ってないもんね沖縄入ってないね入ってないですよね入ってないよだからルーロー飯にもさ焼きそばにも麺にも焼き鳥の味付けにもスープにも汁豆腐にもとりあえず八角入ってるみたいなねうん そうなのかもしれませんね全部じゃないかもしれませんがいっい入ってる感じがするんですけどあれ監督は今回3回目4回目ぐらいかな好きな食べ物ってできたんですか好きな食べ物っていうかね今回カレンの屋台でねクレープ食べたのクレープクレープクレープっつってもねネギが刻まれたネギが入ってるんていうんですか辛い方の辛いっていうか うん、甘いクレープじゃないやつね辛いクレープおかずっぽいやつ軽食っぽいのはははこれがね美味しかったんだよね、えー、屋台のクレープが美味しかったのプそれは何ですか毘沙本太郎さんがこれ海へから食ってみろみたいなそうそうそう言われて無理やりもぐもぐと、うん、そうですねなぜか夕食の前に食わされましてね<ー> <laughs> それが美味しかったよ いいややその具をねいろいろ選べんのそのハムとかベーコンとかそういうのがなんか結構豪快にガッて入ってんだけどそれはあほんと食べ応えがありましたね味も良かったですうまかった味付けはその辛いんですかちょっと辛いの辛いソースが塗ってあるの台湾って結構優しめだけどそこはもうあの結構ピリ辛な感じそれうまかった美味しかったな飲み物はあのお酒とかはどうなんですかああちは私ねの台湾ビール まあ2種類あってねクラシックっていう方ねクラシッククラシックの方はあんまり甘くないんですよで普通の台湾ビールってやつはちょっとこう日本人には甘すぎんですよね甘い前あの高尾から帰る時に何かむっちゃ体調悪くなってましたけどあの時飲んでたのはあれなんですかクラシックあれは北海道っていうビールですね北海道っていうビールだったそうなんだ恋しくなっちゃって日本が恋しくなっちゃっていや台湾で作られてるんですよねあれね確かに カイトという名前のビールでしたけどね。じゃあほとんどビールでした、うん、飲んでたのは。あお酒はね。お酒は、ねうん、お酒はそうでした。そうなんだ、うん、なるほど。あれですかビシャモン太郎さんって飲むのあの人。 飲まないと思いますよ飲まないですかはい。なんか飲まない主義の主張がある分かんないですけどなんか聞いたかなううんんた確か飲まないですねあそうなんですかじゃあそういう感じには見えないですけ原住民に見えるんですけどね原住民にしか見えない飲まないというか原住民のお酒とかないんですかあっちでこうありそうですね強めのやつね蛇酒とかさあるでしょうねイタチ酒とかさ多分だから風味はそのなんていうんですかねあんまりこう加工しないよう ようなものを山岳のまあ現住民は好むのでそういうのは食べてないんですか今回はそういうのねちょっと食べてないですやめとけっていう感じで言われただって猿の丸焼きとかにその塩をパラパラっと振って終わりなんですよああだから猿そのものの素材の味を <laughs> いらないから <laughs> 楽しむんですから求めてないよねちょっとなんかハードル高いですよねなるほどねま、うん、あ,あそうか、うん、まあ,あ一応まあ普通の まあ、食事をしてきたということで、えーえー、別に大した面白いもない話でしたね本日のテーマは6つさあ読めるでしょうかで <laughs>、ね、思いっきりね <laughs> 語っていただきたいお,お前は何なんだ、えー、本当にねなんか、えー、ちょっと人,人格的にちょっと破綻してますねこの人はね 1>, 1つ目「カレンの毘沙門太郎を脅かす重鎮久野潤さんとは」というね2つ目「ついにサンフランシスコで慰安婦の日制定そのわけは?ほうほう」3つ目 ロケットマンついに米国と一戦交えるかその時期はか4番目雷大藩のための正義ついにできるうどういう意味でしょうね,、うん、ね5つ目、えーうん、四谷の熊五郎例の不倫疑惑の代議士の闇を語る<ー>、えー、6番目園田監督 <laughs> 映画の進捗状況を爽やかに五七七で語り尽くす意味が分かんないです どうせ無理なんでしょうから五七七でね語り尽くしていただこうかなと無理だろうがよ五七五七七6番目にあるところで無理だってだから何回言ってんだよまあでも1九分だからまだまだ41分残ってるからフルタイムでいけるかなっていう感じがあるんですよねまあ全然いけると思う考えといてくださいねちょっとねええ1つ目カレンの毘沙門太郎を脅かす重鎮久野潤さんとは なんか久しぶりにねいや,やりましたねありがとうございますなんか2週間以上ね空いてるような気がしますけれどもありがとうございます、はい、えこちらですね「うん、赤い大地北海道」の秀樹さんからでございます秀<樹>ありがとうございます監督 カレンででの取材お疲れ様でしたありがとうございます毘沙門太郎さんがカレンで戦時中の方からの聞き取り調査など地道な活動をしていますが実は日本にも同じような活動をしている方がいらっしゃいますがなかなかその活動を報告する機会がないようで知っている人なら有名なんですが。 久野淳さんという方が地道に全国駆け巡り戦時中の方からの聞き取り調査などをしていますこの方はね、うん、面識ありますね私ああったことあるははい、はい。本当ですか、うんうん、何度か久野淳さんは帝国海軍と関内神社や帝国海軍の功績などの本も出版されてますがまだまだ活動を知ってほしく思いまして歴史研究者でもある久野さんの話はビシャモン太郎さんと被ると思いメールしてみました長文と 長文と打文すいませんでしたということでございまして、えーえー、久野淳さんですね、うん、監督も知ってらっしゃるということでございますね1980年8月1日生まれ日本の戦記作家、うん、戦士館内神社研究家武田研究財団の理事京都武田研究会の幹事長ということでございましてねこの番組のね前に武田先生やってらっしゃいますけれどもね番組の方ね <laughs> <laughs> 大丈夫ですか <laughs> ちょっと水飲みます、ね。お席の方。<laughs> なんか台湾でなんかうされたんじゃないんですか。<laughs> 大丈夫ですか。<laughs> はい。はいはい、ここでパンデミックを起こしますああ。お願いしますよね。はいうん あのこの方はですね1980年ですから、まあ、7歳違いだからもうちょっとで40ぐらい、うん、38ぐらいのね、はい、まだまだ若い研究者でいらっしゃるということでございますね。でこうなんていうんでしょうかね何をしているかというと慶応大学を卒業後京都大学の大学院法学研究科国際公共政策選,選考を終、えー、了されたということですね。はい、で戦艦大和の館内神社は大和神社から十巡洋艦 愛宕の関内神社は愛宕神社から、などという形で、同盟神社から。分霊されていると報告していると。うん、ああ、なるほどね。関内神社っていうのは、関の中に。神社が存在している。とい。うことですね。うん、ははは。近年では、太平洋戦争に参戦した旧日本陸海軍の。元兵士を訪ね、その体験談を聞き取り調査の研究にしていると。 うん、またブラウザーゲームである「艦隊コレクション」「艦コレ」についても関内神社の関心への入り口になってほしいということで、えー、そういったまあ活動もされていらっしゃるということですね。なるほど、うんえー。アパグループの第7回真の近現代史観検証論文の佳作を2014年に取られておりましてその後著書がです、ね、どんどんと出てまいりまして「新島八重とある会津女子の生涯」。 帝国海軍と館内神社神々に守られた日本の海、うん、帝国海軍の功績父祖たちの証言、うん、これは林道から出てるということでね、うん、まあこういったですね、うん、まあ大体70名ぐらいの方今まで、えー、この方はですね、えー、そのインタビューをされて、うん、えどういったですねその、まあ、なんていうのかなあのご経歴をねその戦争で経験されたのかというのをきちんと。 記録をしているという方ですね。まあこういった活動は非常に大事な大事ですね。本当にその G.H.Q. がその我々の歴史を奪いましたけれども、うん、その歴史の基礎部分っていうんですかね。そこを実際の一時資料に当たって構築していこうという試みでしょうから、ねうん、あのこういうものがあのあった上でのそのまあ我々の活動だったりとかね、うん、えしますでしょそうなんですよね。はい、実際そのちょうど私も 今日が締め切りの原稿書いてて、それがあの東京裁判についてのね、レポートだったんですけれどもね、やっぱりその東京裁判ってのはのは、皆さんご存じだとは思うんですけれどもね、いわゆる GHQ が、いわゆるその証言であるとかね、証拠を集めて、そこでまああの裁判的なことをするんですけれども、こちら側の資料ね、 一応証言とか取るんですよ資料もちゃんと出すんですよ3000ページに及ぶ日本側からの資料それは一個だにされてない全く証拠証言になってないんですこれが一番重要なところですねこれだけ変無的なですね裁判というのはおそらくかつてなかっただろうと言われてましてどんだけ日本嫌っとんねんみたいな ところですよね結果ありきのね,ねそうなんですね、はい、そういう意味ではですねこういったこう地道な活動をして正しい情報をねそうですね皆さんから聞いていただくとなんかすごくあの興味分野も広いというか私が、うん、あのくのさんの勉強会行ったのはかなり前ですけども<ー>その。 ロシアあのスパイに関する勉強会だったですね。うんえー、ですんで、面白そう,うんなんなんかそのただ単にねその、うん、対戦前後の話、えー、だけではなくてですね、うん、すごく歴史全般に、えー、精通されている方ですから、うんうん、まあまああの私とビシャモンタロウさんの活動と比べていただいて。 これね、あのうん、久野さんの話が出きたんですけど、われわれがインタビューした高砂義勇隊の、うん、方なんかは、うん、放送禁止用語、さ、うん、炸裂で、ちょっとなんかね、<laughs> 彼のやってる活動と、えー、同列に置くのはちょっとどうかなという気はしますけどね。<laughs> えー、そのテープもらえますか、ああのお見せします、すごい嬉しそうにね、やっぱりあの内容ね,ね、うん、その方のあの言葉を借りると、クロンボっていうことを言ってたんです、うん けどねあの現地の方と交流を得るためにはなんていうんですかね下ネタから入るということでしたね。やっぱりその高砂義勇隊の人たち特有のねそのコミュニケーションの技術というかテクニックノウハウがね終ありだということで。 ああこれはまあぜひね聞いてみたいという、うん、面白い話いろいろ聞きましたよあ <ー S 2> あ <ー S 1> ぜひねそれはね皆さんに少しずつえハンドご配信いただきたいでねいうことでございますね全部を、ね、あの映画に使うわけにもいかないのでねはい、えー、この久野さんがですね書いていただいた本なんですけれどもまあ感想もいくつかありましてですねこれも結構いいんですね数多くの戦争の歴史の本がありますがこの本は別格ですこれはどの本かと言いますとですね先ほどのえ帝国海軍の功績父祖たちの証言という本のえー 感想なんですけれどもね、うんえー。当時の当事者に学者である著者自身が直接インタビューをした現地を書いていると、うん、日本軍人が毎日暗唱してった軍人直意を考えれば当然バターン死の行進などといった熱があり体調の悪い女性が楽々歩いてしまい嘘とバレる創作の入る隙もない全く事実に基づく現場の経験者だけが知るノンフィクション戦記ですと。<laughs> いうことですねこういった非常にですねなかなかこう皆さんが書けないようなね重要なものがこちらの方に出ているようでございますので是非ねあの久野潤さんをですねあのこちらでご紹介させていただきたいということなんですが監督久野潤さんもすごいかもしれませんけれどもね我らが毘沙門太郎さんだってすごいですよ。アマゾンアマゾンご覧ください皆さん毘沙門太郎で弾いてみてください。 はいはい、もうね「ビシャモンたろではね「うん、俺の独り言家族夫婦編」これまず出てます。<laughs> さらに「俺の独り言生きるって大変だよな」これの2冊が出てますから。ねはいはい、さらに カレン歴史街道ぶらり旅12、えーえー、こちらがですね,ですねちゃんとですね出ておりましてですね、えーえー、これはあのーえー、自分の名名前で出てるんでで、ね、で出出ててるるんんすすねすね本さらに日本統治時代のカレンを変えた男台湾農業改革の父、えーえー、国田昌司。 これ新じゃなないかかとと思ねここれれら出るんだもですね出ておりますので「我らが毘沙門太郎」も負けておりませんこの俺の独り言生きるって大変だよどんだけ独り言なんだよすごいですよね読みたいのこれまあんか独特のねその語り口でねこれ「ぶらり旅」はね拝読しましたけどいや特有の間がありましてね面白いもんですよ。というわけでございまして「我らがですね シャモン太郎。頑張れ。頑張れ。黒潤さんもいいですけれどもね。そうですね。というわけでございます。ええ、二つ目行ってみたいと思います。ついにサンフランシスコで慰安婦の非制定。そのわけは。ありがとうございます。今回はですね。いつものですね。ええ、あら、え方がですね。新たな挑戦をするというですね。スタイルで。何ですか。ご紹介を。挑戦。 です受けて立つよ受けて立つのは私なんですけどねいきますよこれこれね全部ひらがなで書いてあります骨太メルコのですね新たなる挑戦ということでましてえっったらうじゃないかちょっとこれはなんだいきますよ藤井さんジュネーブでの活動園田監督台湾での撮影お疲れ様でした全部ひらがなですかこれねほんときつい お二人のご活躍にはいつも頭の下がる思いで感謝の気持ちでいっぱいですさていつもね骨太めるコさんの、うん。 手紙読むときはなんかこうぐーっと入り込む感じがあるじゃないですかこれがねひらがなだとねちょっとパーッとこう明るい感じがしてる同じ内容なんだけど明るい感じがしますよあ<ー>9月19日サンフランシスコ市議会にて公聴会での反対意見そして山本由美子さんの呼びかけによる抗議メールも虚なしく9月22日を慰安婦の日に制定されてしまいました私も微力ながら「Do not trust comfort women scum」というです賢明で「スカム」とか言うんじゃねえ <laughs> という懸命で抗議しましたが聞き入れられなかったようです、うん、この件でサンフランシスコは定列だなどバッシングを見かけるようになりましたしかしサンフランシスコがあからさまに反日になったのは2011年1月11日チャイニーズのエドリーがサンフランシスコ市長になってからです私は1991年から2014年までサンフランシスコに住んでいましたうわすごい23年間すごいですねそう,そういう人なんですね、えー、ゲ,イゲイ人口が約1割、うん ベジタリアンも多く全米一古い日本町全米一大きいチャイナタウンイタリア人街にヒッピー発祥の地ヘイト・アシュベリー。 政財界や著名人の豪邸が立ち並ぶパシフィックハイツなど小さな町に多様な文化がギュッと詰まってとてもリベラルでありながらも全てを受け入れるそんな町ですでもねちょっと待ってちょっと待ってあの全部ひらがなって言ってたけど90年代はさまざまな民族がいじり混じりながらもバランスよく競争しチャイニーズコリアンもおとなしくしていました書いたんだよこっちが、うん、書き直したんだよ、うん、ほとんどひらがなですけどね、うん、公務員としてカリフォルニア一の高級鳥である江戸 リー市長になってからは優遇税制などでシリコンバレーから積極的な企業や人の取り込みを始めました IT 長者にとってはドいなかであるシリコンバレーよりもサンフランシスコの方が魅力的でありそれでなくても高かった不動産がさらに高騰しサンフランシスコに格差が拡大デモまで起きましたまた一気にチャイニーズ表記が増え交通機関や公共の場で目にするようになりました企業もパンフレットや従業員向けのコンピューターシステムにまで取り入れ始めました もともと歴史的背景からイングリッシュとスパニッシュの表記はありましたがチャイニーズに加え便乗して張り込んだコリアン表記も異様な広がりを見せ日本同様4か国語表記で非常に見づらくなっていますこれはプロパガンダ抜きには考えられずエドリーに対して魂を売った男背筋主義者サンフランシスコを返せなどの批判が相次ぎイェルフという口コミサイトにまでエドリーの項目を作り非難合々ですチャイニーズコリアンが 一気に反日活動を活発にし始めた背景にはもちろんエドリーの存在は大きいですが何もしなかった日本領事館の低たらくにも問題があります悪口ではなく事実を書きますが日本人の税金を使いトップの人たちは仕事もろくにせずにすしシェフを呼んでのパーティー三昧何もかも何か問題が起きれば抗議どころか逆に在米日本人に何もしないようにと働きかける始末おや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 穏やかじゃないですねう 100年以上の歴史を持つ日本町をコリアンタウンと勝手に表記したマップをコリアン領事館で配布しても知らん顔ですひどいですね日本も海外での日本のコミュニティも何もしなかったツケを今払っていると締めるのは簡単ですしかしたとえ今実を結ばなくても抗議活動がいつかは報われると信じて日本人が立ち上がるしかないと改めて実感しましたそこで質問です、うん、ここで質問がほ<う> 何、あのー、ていうのかな あのビッグワンガムって昔ありましたよね。あのすごい大きなおもちゃがあってプラモデルみたいですね。なんか申し訳程度にガムが付いてるみたいな一枚ね。あれみたいな感じですけどね。F ワガムってのね。あれ F ワンじゃないよね。F ワじゃない。んだよね。F ワンガムってよく分かんあれもガム一枚でおまけなんだよね。おまけがでっかいんだよね。そういう感じなんですけどね。そこで質問です。現在海外におけるチャイニーズのプロパガンダ広がりを見せる一方で。 コリアンも反日同士といいうをを使って手を組んでいますしかし南朝鮮とシナそして北朝鮮とシナの関係は微妙でいつ何がひっくり返ってもわからない状態ですもし仮に母国同士が対立した場合この海外における反日コンビへの影響はどう変化すると思われますか政治情勢を知り尽くす藤井さん園田監督よろしくお願いします。 漢字が多いと文句を言われたのでひらがなで書いたらいつもより時間がかかってしまって疲れ果てた骨太メルコよりということでございましこっちも疲れるわ慣れないことしちゃダメだねまあでもこのね質問がまずね質問になってないちょっと待てよこれごめん質問がひらがなすぎて分かんなかったえ母国同士が対立した場合うん対立したらそれは解消するよ以上その海外における反日ああするさそりゃそりゃそうだねうん以上 ビッグアムのけみたいなやすごいでもすごいチャレンジャブルなね新たな試み私はこういうの好きですなそうですかメルコ最高でもすごいね23年まあ住んでらっしゃったからこそすごく腹の底から問題意識を持ってるっていう感じですね許せないというところがね「Do Not Trust Comfort Me a n s c o m っていうねこれが23年いたね ねえチャイニーズなんですねサンフランシスコ市長がねああそうなんですねそれが長くやっているということでございますねすごいなあ知らなかったですねというわけでございましてここで1曲いきましょうあね。久しぶりに1曲ですねはいああでも先週もわかんねえな先々週はね流しましたね流しましたねはい「エルトン・ジョーン」で「ロケットマン」キム・ジョーン のことをねうん、うん、トランプさんが小さなロケットマンみたいな感じで呼んで、チビのロケットマン <laughs> <laughs>、ね、<laughs> これの歌が、その替え歌が今、うんうん、世界中で流行ってまし、ね、か、えー、もうみんなこれ、5個や10個じゃないですね、うん、YouTube に上がってます。 ロケットマンでで検索すねもうね、アニメも上がってます、そうですか、アニメも、替え歌も全部、あのロケットマンという名でね、芸能、音楽活動している、さんあっちもいますね、あれはトランプ知らないから、いや、あの方、かなりその営業妨害だみたいな感じで、言ってるみたいですけど、相当嬉しいんでしょう、でも、美味しいと思ってますよね、本当に。ということでございましてですね、いい曲なんですよ、これね、もともとは。 あのー、いわゆる宇宙飛行士になるあの方がですねいわゆるその貧困の。 地域の人がこうトラックに潜り込みながらですね、はい、あの努力を重ねて宇宙飛行士になって家族とその宇宙でこう気持ちをこう通い合わせるっていうですね非常にこういいアニメもついてるね感動するえ歌でございますがそれがキム・ジョンに使われてるというねあびっくりでございますけれどもねえこれで3つ目いきますよ3つ目。 ロケットマンついに米国と一戦交えるかその時期はじゃがいじゃありがとうございます、はい、藤井さん園田さんいつも放送でお勉強中の小心者のことらですということでございますねお手間見める少しご無沙汰しましたら世の中目の回るスピードでいろんなことが起きてますね、うん、どうでもいい話も多いのですがやっぱり北朝鮮が気になりますとお、うん、米国から攻撃始めることはないと思いますが 金君はトランプ大統領からロケットマンとか言われて若いので血が上り一気に突っ走る可能性はありますのでその危険だけだと思いますまた北朝鮮内部でクーデターの可能性も非常に高まっているとの憶測もありますがそのあたりのことは藤井園田諜報部員のご意見をお聞かせください <laughs>、うん、あれそういえば韓国の文ちゃんおとなしいですよね北のロケットよりも自分の国が大変だからかな慰安婦像もまだバスに乗せているのですかそのうち韓国議会の中にも置くかもしれませんと いうことでございましてね。あの、そのうちあの公衆トイレにも。ああ、座ってるんだ。座ってるです。るどれ、ばあっとこう開けていくと、うん、どれかの部屋には座ってる、うん。座ってるというね。怖いですよ。怖いです,、ね、いすよ。<laughs> 本当に。男子トイレでも。あ、もう、もうどこ関係ないから。<laughs> えー そういう時代になってきますか予想ですよね。予想になるから、頑張っていただきたいなということでございますこちらに関してはね、おそらく先週もね、多少喋ってますけれども、これはどうなるかということですね、先週と今週でね、それほど大きな動きがあったかというと、死ぬほどあったわけではないんですけれども、分かんないですよね、われわれはね。かなりでも、トランプさんとしては動いていると。 あ、カド見てますよね。はいはい、そうですね。うえー、もうあのかなり確定的に、うん、そのもう一線交えるというかやるっていうね、うんえー、意志を感じる、えー、発言をしてますよね。うん、先制攻撃ということですね。うん、そうですかね。まああの例のそのまあ太平洋核実験っていうのが起これば、うん、まあ。 それに対するカウンターってことになるでしょうけどね。なるほど。ええー、まあただもう本当金、えー、将軍ですね、うんえー。追い詰められてるってわかるのは、うん、やっぱりその国連のね。 えー、あそこでですね、うん、まあ慎重に検討するとかっていう言葉を使ったりとかですね、<ー>えー、自分、まあ、そんななんていうんですかね、国連の担当の人間に、うん、私の試験ですが、えー、水爆実験を太平洋でするかもしれないよなんていうことをね、<ー>言わせるっていうようなところ、うんうん、発表の仕方をかなり変えてっていうことですよね、かなり追い詰められて、ぎりぎりまで、えー、追い詰められてるっていう状況だと私は は見てますけどなるほどね、うん、そうですか、はいうん、じゃあまあこれはついに年内に何かことが起きる可能性があると、はいね、常識的にはねあのこちらのことさんのようにうん、うん、そのまあトランプ大統領からの先制攻撃はないっていうね、えー、まあロジックで言えばあの、うん、そうかもしれないんですよ例えばね、うん、そのよくね一緒にやってるその、うん、テキサス事務局の藤木さんあたりはね、はいはい、トランプさんは商売人だから、えーえー という、まあ、発想の中でねうん、うん。そう考えると、まあ、ブラフが非常に多いから。それ以上のことはおそらくしないだろうと、それに関しては一切のメリットがないだろうということを言っていますね。まあ、それは一つの考えとして、わからないでもない。いうことなんですが、まあ、そうではないという見立ても、今後出てくるだろう。あとは、ほら、ロバートエルドリッチさんあたりもね、かなり慎重な物言いに終始してるじゃないですか。で、最近もちょっと、あの、ショートメールしたんですけどね、返事。 ありませんじゃれエルドリッチさん <laughs> エルドリッチさあ忙しいんでしょう、ね、忙しいのかな <laughs> 無視されてるかもしれな,んんないええー、そういうことでして <laughs> ですねなのでまあちょっと今どうなるかね、えーうん 流動的です本当にロシアがいて、中国がいて、北朝鮮ということですから、そこをちょっと大きなところで考える必要があるとは思うんですよねやっぱりその文ちゃんですね、ムン・ジェインさんもやっぱりこの時期にね、9億円を支援するというね、さすが、さすすがでねトランプ、相当怒ったみたいですね、相当なんか、てめえ、この野郎みたいなこと言ったらしくて。 その会談ししなかったんでょその安倍さんとだけ話をして終わったという話ですからね。トランプさんのツイッターのそのいわゆる帯の画像がね、安倍晋三さんの誕生日の時に、みんながお祝いして拍手をしている時のその画像にパッと変わっているということでございますので、晋三安倍に関してはねかなり信頼を得てい当然もうすね。 いう状態になるんであれば、おそらく日本の現地を取って、担保を取って、でもうほぼ攻撃がね、する場所は決まっているから、そこに対して問題なかろうとだからね、本当はね、解散なんかしてる場合じゃないと思うんですよね、私はでもそれも一枚噛んでるんでしょ、おそらく連動してると思うんだよね。連動はしてるとは思うけど、もうちょっとこう、世界史的な立場で考えるとね、やはりもうそんなことしてる場合じゃないと思いますよ、私は。なるほどね だってそんなの丸投げしてるのと同じじゃないですか、内閣な,ないのと同じっていうことですよね、教えるおですね、えー、アメリカやってくださいっていう話でしょ、うん、自分の国を自分で守るっていう、えー、ことができない国なんだなっていうのが、まあ、改めて分かりましたけど、まあ、確かにね、うんあの、日米安全保障条約というのは結んでいて、日本は結局、何もしないと、指くわえて見ていて、トランプさんがやったことを、ありがとうございますい っていうだけなんでしょ。それもどうかなという感じもするけどね。いやおかしいですそれは。うん、日本日本こそ、えー、まあね、うん、先陣を切るというか旗を振らなきゃいけないと思いますよね。本来はね、えーうん。そういうところがないとですねいつまでたってもなめられたままでね。うん 72年たってもなめられたままとおかしいですよ11月にトランプさんいらっしゃるけどその後だっていうふうに思ってるんでしょそんなことないかもしれないですよなるほどねそういう予言が園田監督から炸裂したところでですね次のおはがきに行ってみたいということでございます4つ目来大犯のための正義ついにできる誰だありがとうございます何ですか意味がかんない来ののため正義 ついにできるまず来大犯っていうのをちょっと説明しないとわからないリスナーもいますよ。いいっす別に。分かんなくてもいいんだ。いい。あ置いてけぼりですね。ごめんしますから。これはねちょうどですねこれ「あの丸 n e w に来たおはがきではなくてですね私のやってる論破プロジェクトの方にたまたま今日ねメール来たんですよ。え素敵的なメールですかこれ この方が送ってきたのは「産経ニュース2017年9月19日」というものなんですけれどもね歴史戦ベトナム戦争に派兵された韓国兵士の 女性暴行ですね、うん、韓国兵士が女性暴行をしてははでそれでですね、まあ、子供が生まれてしまったそのベトナム人女性って結構いらっしゃるということでございましてその方たちのことをですね、うん、ベトナムの中でですね、うん、まあちょっと差別的な感じで雷大藩というふうに呼ばれているんですね。 その方たちはやはりその村で、ですねやはり虐殺された村も多いんですけれども、その村で生き残ることが大変辛くて、ですね別の町、別の村に移らざるを得ない、そこでですね生きていくという、ですあ辛い境遇を送っているという方たち。藩っていうのが韓国国そうですね、はい、なんですね、来台藩ということなんですけれども、これをですね韓国政府に謝罪要求する英国団体ができたと。なるほど これはですね、混血児問題で、像を制作、ということでございました。ええ、像。ええ、これはですね、どういうスクープなのかということなんですけれどもね。ええ、英国の民間団体、来、うん、大ダのための正義。うん、まあ、これはまあ、英語名じゃなくて、日本語にこれ翻訳しただけだと思うんですけどね。が九月十二日に設立されたということですね。これはあの慰安婦イコール性奴隷がですね、民間団体と。えまあ、日本のね、慰ンフイコール性奴隷っていうのは、まあ。 ちょっとおかしいですよってことはずっと言い続けてきたわけですし、うん、この雷大犯に関してもね、日本はですねもうちょっと調査すべきだということは言い続けてました、うん、ところが、ですねこの雷大犯というのは、私も調査多少したんですけれども、うん、でベトナムに行く予定もあったんですね、うん、ただね、見つかんないんですよ、普通に探そうとしても、うん、雷大犯,犯の方自体が見つからないし、うん、どうやって見つけていいか、まずわからないんですよ。うん 出を隠しててて生きているってことねもちろんもちろん、うん、普通はそうですようん、うん、だってそれで差別されるんだからだからここでできてきた人たちってのはかなりこうきちんと調査をする<ー>もしくはお金をかけて新聞とかね、うん、広告とかかけて集めた人なんだよね、うん、おそらくねでこの団体の代表のヘンドリーさんという人はですね人間として恥ずべき行為がベトナムで行われた国際社会が被害女性と子どもたちを救うために立ち上がるべきだと話し 事実関係究明のため英国議会に調査委員会設置を求める考えも表明した。英国議会、ほお。なんか随分こう大きな話になってますね。すごいですね。うん、全然関係ない人たちですけどね、考えてみれば。<laughs> ベトナムにも関係ないしベトナム議会とかじゃないんだねないんだよね、うん、これちょっとわかんないところが宗主、ね、国というかまもともと植民地として支配してたフランスでもないフランスでもないんだよこれ、うんうん、英国議会に調査委員会を求めるこれなかなかこうすごいですよね、うんうん でまた同団体では等身大の雷大半蔵を制作し在ベトナム韓国大使館前などに設置し世論喚起することを検討しているなんかやり方をどこかからま似,似てますね <laughs> パクってパクって、えーえー、あのー、ソウルにある日本大使館の前にある慰安婦像みたいなあなるほどやったろうかみたいななんか。 これ日本人かかってないのこれ、ね、どうなんでしょうね。<laughs> なんかすごい動きをしているような。人間さんが関ってんじゃない。かかってない関わってないな。世論とあります。うん、これ非常に面白いですよね。うん、まあこういうことをしようとしている人たちがいると。うん、でこれをもっとですねあのロンプロジェクトもね、うん、あの他の人たちもどんどん応援すべきだと。 プロジェクト向きですよね。向きかな。向きだと思いますよ。ちょっと行ってくるか、イギリス。行ってみたらいいんじゃないですか。イギリス行ってきたかったんだよね。じゃあちょっとこの人たち、話してみるわ。いいんじゃないですか。いや、だって、あなたはもともと、その、なんて言うんですか、韓国のね、慰安婦漫画にカウンターで殴り込みを仕掛けた人ですから、このやり方は、論破プロジェクトのやり方に合致するでしょ。う私ああ、いいんじゃないですか。 <laughs> えー、<laughs> じゃあ まあ原画は私に書かせてねなんでよ関係ないじゃないですか味のあるやつを書きますよあのチーター見てる限りちょっとどうかなと思いますけどねどっこいどっこいだと思いますけどねまあでもねこういう話があるということで非常にいいんじゃないかなと思いますねまあ上がるべきして上がってきた声なんでしょうねこれはねだからどうなっていくかということですけれどもね今ちょっとこう後ね見守っていきたいなということでございますまあ見守るだけじゃなくてね な,なんかかやったらどうですか、うん、ちょっと連絡してみようと思います、ねはい、いいじゃないですかはい、うん、5つ目<っ>四谷の熊五郎例の不倫疑惑の代議士の闇を語る、うん、ありがとうございます、はい、今までで一番大きい だんだん声が出始めたかな、滑らかな感じで、そうですね、タイン帰りでね、ちょっとね、疲れてたんでね、いやいやいや、だん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 調子が出てきましたね、やっぱ立川の空気はいいですね、やっぱり、いいですね、これですよ、やっぱり、しみった空気がね、スタジオ、充満してますからね、ああ、まあ、これは空調ですから、そうですか、クーラー、クーラーの除湿ですか、そういうことですから、立川の空気、関係ないかな。 藤井さん監督こんばんは四ツ谷の熊五郎ですカッコ内は読まないかうまく伏せてくださいと書いてありますのでそういうのは読まなくていいんだよカッコないをうまく防ぎながらね読めるかどうかってところが問題なんだなここやってみようと思うそれはそれ読まなくていいんだよここも読まなくていいんだよあああそうなんだうっかり配送係の仕事から見たマスコミ様の身勝手ぶりを送ります 最近いろいろな中間市の砲撃があり世間をにぎわしていましたね朝担当エリア内の配達をしていると首から ID やらカメラをぶら下げたマスコミ様<ん>十数人が同じ方向を見て立ったり座ったりしながらいるんですなるほど、うん、初め見た時はバラエティー番組とか撮影かと思いそのまま通り過ぎたんですよね例の、えー、例の騒動が出た直後だったんで <laughs> まさかと思い軽くググるとその関係者の事務所が昔の担当エリアうんなるほどね、はい、事務所は世の中に公開しているのでそれで分かりました以前仕事でお邪魔した時があったことやったこと思い出したんですよね なるほどねお仕事で実際その事務所に行ったことがあるっていうことやったこといや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 。<laughs> やっと思い出したんですよねっすよ <laughs> やっとねうん、うん、それちょっとなんか別の意味になりますよマスコミ様、うん、皆様からは朝から晩まで他人の敷地,敷地内に我が物顔で陣取りうん、うん、その道を通る人々チェックがほぼ一週間近くありましたということですねジロジロ見られて怖いし、えー、気持ち悪い 感じで嫌な気分でしたということですねあの人たち特有のなんか波動っていうのかなはあ,、はあ、ありますよねマスコミ人の、ね、マスコね<ー>なんかこう 正義っていうのを振りかざす感じがしますよね、うん、まあそそれだったらまだいいですけどなんかこう重いねその猜疑心というかああなんていうんですか人を疑うみたいなああ疑いの目ですよねそれでね人生がね、うん、ずっとやっていけるのかどうかなと思うけどねういや僕も絶対そういう職業つきたくないな僕いやですよね、うん、騒動の本人は仕方ないですが家族は関係ないわけで あれだけマスコミが朝から晩まで張り込みされれば怖いし気の毒に思いましたほ<ー>そりゃそうですよねすマスコミ様がいなくて安心していたら次の砲撃があった日に仕事で通るとマスコミ様がその荷物どこのですかと聞いてきたので関係ないでと言いながら逃げました関係ないねって言ったんだ関係ないんで <laughs> ね<ー>例の砲撃の会社は備行していたからその場所は分かっていたんでしょうが他社はどうやって分かったのか マスコミ怖いいでですねねととうこまあその現地にいた方のですね、うん、やっぱりその率直な感想ねあああれだけの騒動になるとね大変なあ<ー>まあ近所の方々にもご迷惑がかかっているんですよね、うん、きっとね。いやでもこれはね、うん、でも本当とにまあ事実だったらね、うん、そういうことはいろいろ大変だとは思うんですけれどもね、うん。うん まあ、まあ、怖いです。子供なんかはね、特に怖いと思いますよ。すごく、まあ、あの、ひげ生やしたようなね、じじいが、じじいとか、おじさんがね、うん、ちょっと。 小さめの脚立を担いでねまあんかタバコを吸ったりとかしながらねあっ園田秀人ですって感じで入っている違う違う違う私は爽やかな爽やかな髭生えてるしねおじさん質が違うんで質が全然違うんで清潔感あるから僕ああトリマーでやってるらしいじゃないですかそれちゃんとやってるよトリマーでやってる3ミリね3ミリでねやってるんだねそういうこと頑張っていただきたい 頑張って剃っていただいてきれいにねいや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 そまあ、ね、しばらくは剃らないですねまあ,あそうですか、うん、まあそういうことでございましたですね、はい、まあこういうねこれ写真付きで、うん、あのメール来ましたから、うん、そうですか実際その現場の写真を撮っていただいて「うん、これは絶対見せないでくださいね」って言いながら、うん、あの送ってくださいました、うん、あいいですね それちょっっとやたらいいですよねマスコミのマスコミみたいな、要はマスコミをちゃんとこいつらバカですせみたいなね、そういうのは大事かもしれないでょ政府を監視するとかって言ってるんでしょ、彼らは。そういうやつらを監視するやつがいてもいいじゃないですか。ひどいと思いますよ、態度とかね、やってることとかね、言動ね。本当にち朝けと っててね相当失礼なこととしる思いまますよあ被災地とかでねいろいろな悪行が明らかになってるじゃないですか今ねよくよく出てきますからねそういうのも含めてマスコミをきちんとウォッチするという動きもね大事かもしれませんねいいことをおっしゃったマスコミパトロールっていうなんかディスカバリーチャンネルかなんかでありそうですねあつそうですかね 園田監督、映画の進捗状況を爽やかに五七七で語り尽くす。というわけでございまして、あと3分きっちり残っておりまして、そうなんですね、うんえー、語り尽くすという、語り尽くす、えー、何について語りましょうね、五七五でもいいですけどね、五<し>七五七やいやいやいや、それは、うん、ちょっと考えてないな。<ー>うん、進捗状況どうなんですか今 今はですすね頑張ってまドキュメンタリー映画ですからねいろいろな資料をさ、はい、まざまな出版社とかですね、うん、ウェブサイトの管理者とか、うん、それからテレビ局ですよね<ー>、えー、そういうところに頭を下げてですね使わせてくださいということで使わせてくれる。 方もいれば<ー>、えー、使わせてくれない方もいますし<ー>まあの金額がいろいろついてたりとかしますけどねただ、まああのー、台湾の某テレビ局の出してきた見積もりをこう総合するとですね私が欲しい10分間を集めると日本円で9000万<ー> <laughs> かかります <laughs> えー、ですのでねそこをなんとかこう営業の腕でですね<ー>、えー、今ちょっと値、ね、引きをしていらっしゃいな、ね、なるほどね,ううねぜひちょっとそこら辺はね、うん、お願いして、うん、素晴らしい映像をね,そうですね映画の中にこう。 ピシッと入れ込みたいと、ええまあ、それからあとはアニメーションですねアニメーション,ションちょっとこれはね言えないんですけどすごくあの優秀なあのアニメ撮影スタジオのまあいろんな後処理だとかっていうスタジオですよねここがちょっとえ作品として面白いと言ってくれてえまあお金も特にはあのすごくあたくさんあるわけではないですけどもえその中でもやりましょうということで素晴らしいあの。 すごく忙しいんですよアニメ会社さんっていうのは,は、はい、まあ忙しい上に評判のいいところっつったらもうどん,どん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 仕事が集まってきますから、これはねあのすごく大きな援軍を得た,得たなという感じで、えー、いますね。あのーうん、でもね今回入る。 油いみたいな感じのね入るっていうのも聞いてますけれどもそちらも結構いい感じで、はい、それももうあの進めてますけどねいや素晴らしいですね、えー、じゃあ、まあ、まなんとなく順調にいってるような感じでいすお考えくださいそれではそろそろお時間となりましたお便りの宛先でございます NSW アットマーク FM844.co.jpNSW アットマーク FM844.co.jp までどしどしよろしくお願いいたします それではわかりニュースまた来週この時間この番組でお会いできることを楽しみにしておりますお相手は藤井光彦と園田秀人でお送りいたしました